じゃあ犬のポポイット、これと交換。ダメ、もっと欲しい。握れるスイカは？わあ、いいよ、交換で。じゃあこっちは iPhone。 わあ、このでっかいキャンディーは？いい交換でしょ。もっと出してもらわないとね。もっともっと。おお、大変だな、そりゃ。まだ足りない。嘘でしょ、これで全部なんだけど。わあ、じゃあ恥ずかしいけどさ、これでいい？いいよ。やった、 iPhone、 キャンディー全部返せ。おお、中身は何だろう。開けていい？いい？わあ、スマホだ。思ってたよりすごいじゃん。もうらい。このゲーム面白い。楽しい。ちょっと不公平。他に何かあったはず。あー、がっかりなんだけど。次はそっちの番だって。このスマホちゃんと持てない。何これ、いらない。うん、何これ。わあ、超かわいい。ぷにぷにする。潰せるかなこれ。わあ、気持ちいい。気持ち悪いけど気持ちいい。うわあ、負けた。勝ってたのに。もう、あー、なんか怖いんだけど。バカゲーム。物壊したい気分。くらえ。怒ったもんね。やめてよ、もう。あ、キャビー、これ使って。何？貸して。これはちょうどいい。ビヨンビヨンする。面白いじゃん。ストレス解消される。ずっと触ってたいな。気に入った。潰してごらんよ。 OK、 じゃあやってみるよ。うわー、こっち向けないで。おお、顔面直撃。ごめん、事故だって。でも狙いは良くなかった。本当汚い。ふう。おお、次は何かな。一緒に開けようか。どうぞ。うん、こんだけ。お豆。わあ、これなんだ。へえ、もっとよく見よう。うん。ああ、そういうことか。おもちゃだこれ。あは、楽しい。豆が出てくる。見て、アシュリー。これ本当にただのお豆だ。どうすればいいかな。いや、待てよ。ボンジュール、これあなたのです。お貸しください。ちょ、持っていかないで。待って。うわぁ、なんてこと。ごめん、美味しく食べてよ。どうすればいいの。あ、このビーズ使えるかも。でも何に。ハロー、お豆ちゃん。そうだ、わかったぞ。ビーズと輪ゴムを使おう。これを穴に通す。こんな風にね。そしたらビーズに絵を描こう。笑った顔なんかいいね。幸せそうだ。厚紙を鞘の形にして、そこに輪ゴムをくっつける。端っこをしっかりと取れないように。接着剤が乾いたら厚紙を折る。じゃあ押してみよう。いい感じじゃん。おもちゃなんて買わなくても同じくらい楽しい。ほら見てよ。わあ、使ってみていい？交換しよう。あー、オッケー、いいよ。ありがとう。はい、どうぞ。わー、楽しい。頭いいね、アシュリー。こりゃつまんないな。わ、びっくりした。超テンション上がる。中を見てみよう。トイレットペーパーってどういうこと？あ、
後で使えってこと？それか望遠鏡。トイレットペーパーってこっち見える？はっはっは。ちょっと笑わないでよ。そっちは何？あ、そうだね、開けないと。いいものかな。なんだろうこれ。ピーナッツだ。もっと面白いもの期待したのに。これで何しろって？お、あそこにあるのはまたピーナッツ。どういうことだろう。道ができてる。なんかトイレットペーパーと置いてかれた。どうすればいいんだろう。暇つぶしにはなるか。あら、ピーナッツ、私のシリアルに入ってる。これは新しい手がかり。お邪魔します。アシュリー、この動画には出ないでしょ。ここがゴールか。もうらい。これの何が楽しいの？何してんの？最悪の遊びみたいだね。これ見つけてきたよ。小さな切り株？よくわからないけど。何に使うの？わお。嘘、今の見た？いいなそれ。私には芯しかない。あ、そうだ、これを使えばいいのか。小さな紙を芯に巻いて端っこを貼り付ける。その上に模様を描こう。木の幹みたいにしようね。いい感じ。そしたら風船を中に入れる。よく引っ張り込んでぴったり入るね。次に紙の手をつける。こんな感じ。その風船に顔を描く。割らないようにね。芯を握ると思った通りの動きだ。見て見て、出たり入ったり。はは。どうかなアシュリー。おお、最高だね。膨らむ友達同士だ。本当かわいいね。指相撲下手だね。うわ、毎回サプライズじゃん。開けてもいいかな。開けて開けて。風船がぎっしり入ってる。膨らましてからくれればいいのに。そっちは？オッケー、サプライズ大好き。わあ、見て見て。何これ。おもちゃの車もついてる。何する、おもちゃ。風船よりはいいよ。じゃあ膨らましょうか。結構かかりそう。もう一回。これ硬すぎ。3度目の正直。おお、膨らんだ。この調子だ。おお、わあ、もうたくさんだ。残りあげる。何かする道具だと思うんだけど。あ、キャビンの風船だ。あ、待てよ。そういうことか。車を豚につないで、ノズルに風船。これで準備よし。そしたらポンプを動かすんだ。大成功。ボタンを押すと車が発車。走っていく。わあ、面白い。ん？何この音。わあ、すごいじゃん。頭いいおもちゃ。これでひらめいたぞ。やってみよう。厚紙に穴を開けて、膨らませたピンクの風船を穴に押し込む。風船の色は横で揃えて、髪の色にも合わせるよ。穴が埋まった。まるで巨大なシンプルディンプル。風船を押すとさ、とっても気持ちいい。アシュリー、こんなの作ったよ。え、わあ、楽しそうだね。ほら、風船も悪くない。私たちはまず目で料理を楽しみますよね。見た目こそ大切だからこそ、今回は飾り付けのチャレンジをご紹介します。皆さん準備はいいですか？
わあ、このケーキ見て、美味しそう。早く食べてみたい。ちょっと待って、特別アイテムがあるわよ。ケーキのデコレーションをしてね。でもこれって何？唐辛子？嘘でしょ、見た目が無理。そっちは？チョコレートだよ。ふふー、ラッキー、ケーキにぴったり。チョコレート大好き。私もいい。ワン、ツー、スリー、それ。ケーキの周りにチョコレートをくっつけるの、どうなるかな。ずるい。でも私も作らなきゃ。辛そうだな。なんでルナだっけ。あー、でもしょうがないか。ケーキに唐辛子なんて信じられない。あと少し。やばい、早くしなきゃ。見た目はもういいや。とにかくルナに勝たなきゃ。ふう、なんか熱くない？わっ、目がしみる。うわー、助けて、目が痛い。ルナお願い。え、助けて、目が見えないの。何してるの、離れて。はあ、痛い。どうすればいいの。うわー、まったく二人とも牛乳に顔入れて落ち着いてね。良くなったでしょ。うん、びっくりした。本当にせっかくのチョコレートタワーが悲しい。次は何かな。ハロー、これあげる。じゃあね。ボタン押せばいいの。うん、何も起こらない。残念。うん、これは何。どうしたの。そうだ、ボタンを押し続けてみよう。で、これだけ。もっと出てこないの。ほら、頑張って。スプリンクルちょうだい。全然、もっと。私もやってみよう。スプリンクル欲しいし。誰かいる？わー、これは何？何のためだろう。すぐわかるかな。あれ、スプリンクルはボタンが壊れちゃったみたい。それか電池ないとか。最悪。私も押してみよう。何も起こらない。あ、わお、すごい。キノコだ。もうらい。だからバスケットか。あっちにもある。あれ、ミンディはボタン動いてよ。これでどう？わあ、やった、スプリンクルの雨、最高。すごいカラフル。ミンディ見て。あれ、どこだろう。ミンディのボタンも押してみよう。何が起こるのかな。あれ、ここは足跡だ。ミンディいた。ふう、一体何してるの。キノコ集めてるんだね。ケーキに戻ろう。へへ、このスプリンクル見て、美味しそうでしょ。早く食べてみたい。私も飾らなきゃ。キノコなんて思いつかなかったけど、美味しそう。ここに置こう。斬新なトッピングだけど、ルールはルールだからね。うん、だいぶ埋まってきた。いい感じ。すごいね。本当に斬新なケーキ。今度こそいいトッピングが欲しいな。はい、どうぞ。なんかの間違い。やったー、美味しいイチゴだ。すごく調子いい。これってミミズ。うわー、臭い。はあ、美味しそう。一体何なの。許さない。ちょっと戻ってきてよ。どうしたの、これは何。あー、ごめん、これ忘れてた。じゃあね。釣り竿。あー、なるほど、
新鮮な匂い。ちょっと待って。この種、嫌だな。どうにかしなきゃ。よーし。ちょっと時間がかかるかもしれないけど、やってみよう。魚釣りなんて初めて。楽しそう。何かゲットできますように。ミンディ、ちょっと待って、集中しなきゃ。種を全部取り除きたいからね。それ、はあ、ありがとう。変なの。まあいいや、魚釣りってなんだかつまらない。全然釣れないし。ほら、おいでよ。いちごだ。一つもらい。うん、おいしい。釣れたら起こして。ん？何？引っかかった。頑張れ。できた。種なしのいちご。抵抗してる。あ、ちょっとやばいかも。え？この魚、何？最悪。もう、ルーナー。ごめんね。このいちごをもらってあげる。それ私の。だって交換でしょ。魚あげたじゃん。でも、いちごは私のケーキの方が似合う。でも、はあ、わかった。え、もっと。いつの間に。ごめんね。次はこれ、クッキーだ。やったー。ブロッコリー、何かの冗談も返す。え、いらない。私のことは気にしないで。ほら、受け取って。でもいらないのに。いいから。リリー、ダメか。健康にいいよ。それはそうだけど、まあいいや、乗せてみよう。でもどこに、場所がない。イライラする。ミンディ、見て。ミキサー？ブロッコリージュースでも作るか。それ。うわ、見て。まずそう。確かに。あ、牛乳飲み切っちゃった。ケーキにクッキー乗せよう。ここにも置いて。これが最後、芸術作品の完成。私のはちょっと違う。実は美味しかったりして。ダメだ、臭い。ミンディ、大丈夫？ん？何が起こったの？大丈夫だよ、ただのブロッコリーだから。うわ、本当に臭い。ルーナ、なんで匂い嗅いだの？ブロッコリーなんてもう一生食べられない。でもケーキに乗せなきゃ。うわぁ、最悪。見て、全然デコレーションにならない。むしろまずそう。これでいいかな。もう十分。ここからでも匂う、吐くかも。うわぁ、完成した。なんかまずそうなケーキがある。そうだ、いいこと考えた。何してるの？さすがに想定してなかったでしょ。召し上がれ。嘘。え、どういうこと？でもルールはルール。へへ。最悪。私の言い分聞いてくれない。食べてみよう。本気で。わあ、美味しそう。最高。ルナ、ナイスジョブ。いいな。うわあ、まずい。そうだよね、最高。こっち食べてみる。やだ。ふう、着いた。自転車で来ればよかった。うわあ、ここすごいな。この家で間違いない。最初の配達。新聞ですけど。あれ、何の音だろう。クローゼットの中だ。
モンスターじゃないよね。変なの。お金勘定最高。新聞持ってきましたけど。あは、入って。私が入っていいの？はい、飲み物をどうぞ。ありがとう、喉カラカラ。マネーシャワー、お金持ち最高。心を無にしてカードを選んで導かれるままに。おお、いいカードね。人気者になれる。おお、それいいね。もう一枚選ぶ。これはいい？どういう意味？それはお金持ちカード、私のよ。いや、私の。運が変わったかも。うわあ、眠い。私もだ、昼寝しよう。いいね。はい、みんな。なんだあれ、恥ずかしいな。嘘でしょ、やばすぎる。なんで笑われてる？ちょっと、なんでいつも私ばっかり。うわー、トイレットペーパー流してなかった。これ素敵、お似合いですよ。それでおいくら？いや、全部チップで。なんとお優しい。はしたかねえよ。わっ、爪が。なんです？ あらら、うちのせいでは。嘘でしょ、直してよ。ああ、お金は返します。んじゃダメ、戻って。うわあ、ただの夢か。ふう、最悪、ネイルが折れてない。平気。さっきは意地悪でごめん、あなたのカードだった。いや、あなたの番だったし、信用だもん、何でも大丈夫。何それ、嬉しい。ハグする、ハグ。いいよ、ほら、髪気をつけて。オッケー、もう大丈夫。ふう、ずっと気分がいい。それじゃあ寝よう。で、あれ、ミンディ、あれ、嘘、やっちゃった。あ、痛い、爪が折れた。ちょっと信じられる？なんか不思議だね。何を着ようかな。ハートプロジェクトは順調、ロマンチックで落ち着く。そっちは大丈夫？いや、どの服も退屈すぎる。気をつけてって。あ、これいいかも。確かに。私超ゴージャス。私の服普通だな。あ、そうだ、バッグに着られるものがあるはず。特に何もなし。これじゃダメじゃん。あ、そうだ、ハートが使えるかも。いけそう。T シャツを半分折りにしてテーブルに、その上にハートを折って乗せる。そしたらチョークでなぞるよ。そこをこうやってつまんでいく。きれいにキュッと。そこに輪ゴムをかける。さらにシャツを巻いて輪ゴムをかける。そしたらハートの部分に漂白剤、これでこの部分の色が抜ける。互い違いにかけていって、しばらくするとこの通り。あとは洗濯するだけ。うわー、すごいじゃん、綺麗じゃない？何？わあ、ミンディ、このシャツいいじゃん、とってもスタイリッシュ。それじゃあメイクを直すよ。動かないで。くすぐったい。お次は私のメイク道具と。そうだな、お、リップだ。これが似合うんじゃないかな。本当に？見た目はどう？綺麗。そしたらアイシャドウも。うわー、かわいい、私も遊びたい。お姉ちゃんいつもいいもの持ってる。おー、これはなんだ？ユニコーン。
最後の仕上げ。あ、何してんの、返して。やだ、私の。おっと、さよなら。こんの、なんてこと。見てよこれ。大丈夫、直すからさ。このアイスの棒で、棒をたくさん用意して、ラメも用意。これを皿に出すよ。いろんな色をね。そしたらスティックのりで棒にのりを塗る。これをラメに押し付けてしっかりコーティング。他も全部ね。これでよし。そしたらウレタンシートに並べる。そしたらもう一枚用意。ラメ入りのを丸く切って片方をまっすぐ切る。シートにグルーをつけたら丸をくっつける。まっすぐ切ったのはこのため。あとは丸に沿ってつけていくよ。棒のシートを貼り合わせるよ。いい感じ。そこにふわふわのボールも追加。もう一つでロックになる。どうかな。わあ、すごいじゃん。ここにメイクを入れられるよ。あんた最高、使ってみよう。わあ、すごくよくできてる。メイクがしっかり入るじゃん。気に入ってもらえてよかった。ねえ、何してるの、それは何。あっち行って。まあまあ、お姉ちゃんが意地悪。そうだ、まだ棒があるから。お、可愛く取れた。キュウリ本当にいらない。セルフィー撮ってんの。あー、これじゃダメだね。ほら、パス。いいよ、待ってて。キュウリには牛乳と。じゃあポーズして。これでどう。チェックして。いい感じなはず。あれ、髪が最悪。はあ、カーラー使えばあっちにあるよ。いいね、超グラマラスになれる。ああ、そうだね。ファンシーなカールをすぐ作るんだ。あれ、また始まった。これ変じゃない。うわ、やばいかも。おトイレ。そりゃそうなるでしょう。まあ、私はカールの方が大事。ほう、なんとかなった。でも、こっさい。おげ、早くここから出よう。あ、これ面白い。そうだ、ひらめいた。これ使えない。私もカール。パーフェクトなセルフィーが撮れない。撮れるよ、使って。トイレットペーパーの芯。わ、それならお金を使おう。これを丸めてギュッとして紙を巻く。芯みたいにね。うわ、自慢してる。これが最後、あとは待つだけ。どうかな、ミンディ。二人とも綺麗になる。ワン、ツー、スリー。わお、わ、大成功。それじゃあセルフィー撮ろう。いいね。わあ、かわいい。いいねがたくさん来る。私たち大人気じゃん。見せて見せて。すごいね。それが普通。甘やかされてばっかり。親友とのお泊まりでしたいことをコメント欄で教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。